はい、酒好き直りの飲酒動画始めます。今回は、カクテルで、ガルフストリームという、名前のやつですね。ガルフストリームとはメキシコ、湾流という意味。メキシコ湾の流れっていう意味ですかね。に流れるっていう意味ですかね。湾流。フルーティーな、香味が特徴のカクテル。オールドファッションドグラスを使うが、アルコール度数もあまり高くない。気軽に飲めるのがいい。ちなみに、オールドファッションドグラスというのは、まあ、いわゆる、ロックグラスですね。では、作っていきたいと思います。ウォッカベース。ウォッカベース、スカイウォッカ使います。ウォッカ 30ml。製法はシェイク。30ml。そして、ピーチリキュール。まあ、クレームドペシェで問題ないでしょう。を、30ml。そして、ブルーキュラソーを 15ml。15。ミリリットル。そして、グレープフルーツジュース60ミリリットル。多いな。サンキストのグレープフルーツ100%ジュースです。サンキストはいいよね。何がいいって、味も値段もそこそこいいっていうのがいい。あ、こぼれた。サンキスト。あ、こぼれた。まあ、トロピカンナの方がうまいはうまいけど、でも値段が高いから、気軽に買えてうまい。そこそこうまい。というもんですね。あ、こぼれた。あ、こぼれた。まあ、グレープフルーツジュースは、ベタベタしないんで、まあ、こぼしてもいいや。ちょっと拭いて。そして、最後にパイナップルジュースを、15ml です。トロピカーナの。トロピカーナ高いんだよ。1リットルで180円とか190円とか200円ぐらいですよね。そしてこれをシェイクしまして、結構容量が多い。結構入れたからね。かなり入れたよ、多分。ほら、量めっちゃ多いもん。30、30、30の
150ml ですね。全部で。多いな。しかもそれをシェイクだからかなり大きめのシェーカーを使わないと、これは、やばいですね。よし。出来上がりです。ブルーハワイに似た匂いよね、似た匂いちゃうわ。色というか、ほぼ似た色というか、何も変わらない気がする。見た目的に。なんか違うのかなっていう感じですけどね。はい、できました。乾杯。うん。あ、これは美味しい。うん。あ、これは美味しいけど甘い。とにかく甘い。うん。あんま、これ。あんまい。これ甘すぎだべ、これ。だってお前、ピーチリキュール30入れて、ブルーキュラソー15入れてんだよ。それにグレープフルーツジュース。これ甘いな。これ甘い。ダメ。ちょっと甘すぎるんで。グレープフルーツジュースを足します。今度なんかグレープフルーツジュースでなんか作れないかな。まだパイナップルジュースも残ってるんだけどな。うん。あ、だいぶマシになった。うん。だいぶマシになった。うん。うん。でもそのままだとちょっと飲めないですね。いや、飲めるけどさ、甘い。うん。ちょっと俺の口には、甘すぎるね。うん。お、すごい。モンキーパンチ先生と、ルパン三世の、モンキーパンチだよね。ルパン三世でね。それと一文字違いの、あれがありますよ。モンキーレンチ。あ、これ次作ろう。モンキーレンチ。めっちゃ簡単だし。あのね、これモンキーレンチっていうのはね、もう俺大体わかりました。名前の由来は。これモンキーっていうレンチがあるんですよ。あの工具です。俺モンキー取ってとか言われたことありますから。ね。よくわかりますけど。これはかなり汎用性が高い。モンキーレンチって。もう普通に誰もが見たことがある。うん。こう、いわゆる六角レンチみたいなのの、長さをこう自由に変えられるやつ。こう回して、キュッキュッキュッって回すと、こう開いたりこう閉じたり、開いたり閉じたりするやつ。六角レンチをこう回すときに使う。もう汎用性抜群の、俺最近これ使って、水道の、
な、水道閉めましたから。おとといぐらいに、これ使って、昨日だったかな？昨日だな。使ってね。水道の蛇口の下の部分のやつが緩かったから閉めたんですけど、仕事で。これはもう汎用性抜群ですね。もうこれはもう半端ない。これはよく開発したというレベルですね。もう。マジでこれはもうすごい。発明した人天才。っていうレベルですね。ラチェットレンチ。へえ。あ、すごいですね。ラチェット機能入ってるモンキーレンチがあるの。すげえな。今、ググったんで分かったんですけど、ラチェット式っていうのは、簡単に言うと、まあ、なんて言えばいいんだ。釘があるとするでしょ。それを、まあ、違う。まあ、レンチがあったとして、違う。六角レンチってなんかあるじゃん。ネジみたいなやつ。あれを締めようとしたときに、こう一回こうガチャってやって、こう右に回すじゃないですか。左か。左にこうひねるでしょ。で、一回こう取り外して、また、はめて、左に回すっていうのが普通のやり方なんですけど、左に回して、また右に回すと、空転するっていう式ですね。で、また左に回して、左右ってこう、キュッ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 って、だから、キュッってやったら、カラカラカラって言って、またキュッ、カラカラカラっていう、空回りするタイプの。右に回すと空回りするやつですね。左に回すと普通に閉まって、これもすごいですよね、このラチェット式。ラチェットレンチ。こういうのあるじゃないですか。カラカラカラって回るやつ。ね。なんか、ナットとか締めるときに。これナットって言うんだっけ？この六角のやつ。わかんないけどさ。ね、あるでしょ。あれ締めるとき、よく使うじゃないですか。ね。カラカラカラって言って。まあ、これは便利ですね。いまいち俺これの使い方がわかんない。ラチェットレンチ。これ六角レンチに使えるのかな？六角レンチに使えるのかなっていうか、これなんて言うんだ、これ。六角ネジみたいなの。ね。それに使えるんですかね、これはね。多分使えると思うんですけど。わかんない。まあ、これはすごい、はずめ。全く関係ない話になった。けど、まあ、どうでもいいや。
まあ、モンキーレンチというカクテルあるんで、今度作ります。味としてはね、今更味を言うと、もうかなりこのペシェ、クレームドペシェのピーチリキュールの味がものすごくほぼは他の味はしないです。いや、それは嘘か。それにブルーキュラソー。まあ、かなりピーチリキュールの味が効いてるのは間違いないです。コク、甘み、五つ星だな。これ甘すぎる。こんなん常用してられん。香りも強い。こんなの俺みたいなおっさんちゃうけど。こんな俺みたいな舌が肥えた人間はちょっと、ウイスキーばっか飲んでるような人間にはちょっと、飲めないですよ、これは。コク四つ星、甘み五つ星、香り五つ星、おすすめ四つ、三つ星。感想は先ほど述べた通りです。それではご視聴ありがとうございました。